ありがとうございました。皆さんこんにちは、ご紹介に預かりました竹藤と言います。これ聞こえますか？ですね、今のお話のように、私はその、医学の教授を長いことをしたわけですけれども、現在その国際高等教育院の、英語部会長を仰せつかっているという意味もございまして、この、役が回ってきたんだと思いますが、組織委員の先生方に、感謝したいと思います。で、本日はその京都大学の取り組みという話ですけれども、今先ごろお二方のムシュ・マルティネスとムシュ・デュファイスのお話がありましたので、それを踏まえて、フランス語圏の先生方が、大学教育について、あるいは言語教育についてどういうふうにお考えになっているかということを、今伺ったので、ある程度それを受けて、京都大学の、あるいは我々日本の中での視点というのを少し論じてみたいと思います。先ほどから、そこに流れている考え方としてですね、外国語を、勉強する前にまず自分たちの母国語を大切にしましょうということは基本的にあると思います。で、それは私も全く賛成でございますけれども、日本語の場合ですね、その前にその、母国語っていうのは何なのかちょっと考えてみますと、それは、その英語でマザータングって言われるように、お母さんから生まれた時、育ってくる時に聞いてきた言葉という意味と、それから、母国語っていうのは必ずしも標準語とは限りません、方言である場合も非常に多いし、関東言葉、現在の標準語であります関東言葉と比べてみると、古典で出てくる言葉は、多くが京都が都であったということも関係して、京言葉がたくさん出てくる。で、それが何を表しているかって今いろいろ議論がありました。で、それはエスニックアイデンティティというふうな問題もあるし、それは必ずしもその国家のアイデンティティということとは同一ではないわけであります。特に近代国家の場合はややこしい問題がいっぱいある。で、それからその、国語の標準化というふうな問題も深刻な問題でありまして、義務教育レベルでどうするか、あるいは社会の中の問題をどうするかといった問題がございます。で、方言と、関東言葉と京言葉、これ皆さんよくご存知の、清少納言の枕草子の最初の始まりのところですけど、私が昔勉強した時はどうもピンとこない、あんまりよくわからない。で、近代一春彦先生がこういうことをやられたということを聞いていますけど、探した限りちょっと録音が見つからないので、私の下手な京言葉で、読みますと、春はあけぼの、ようよう白をなりゆく山際、少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたる、夏は夜、月の頃はさらなり、というふうに読んでみると、なんとなくこの枕草子のニュアンスがすごくよくわかるということがございます。で、その標準語と方言とかいろんなことがありますけど、今日フランス語のお話いっぱいありました。で、私がフランス語をちょっと勉強したときに聞いたなぞなぞっていうのがありまして、ケスキリアスロードホーンという話でありまして、答えはスバトノンセタナアクサンシルコンフレックスという話です。で、それはローという水とこの言葉のオーというのをかけたわけですけれども、なぜこの話を持ち出したかと言いますと、その先ほど来お話があったアカデミーオフランセスの話もありましたけれども、そのどの単語のどこのオーにアクサンシルコンフレックスをつけるべきかべきでないかっていうふうなことも、フランス語 の、 その、委員会の面々と続いておりまして、フランス語用語のための高等委員会、あるいはフランス語地域語に関する一般委員会、先ほどちょっとお話があったと思うんですけど、そういうところで、きちんと議論をしてですね、毎年のように議論をして決めているというふうに聞いております。同じことはですね、英語でもありまして、先頃スタップ細胞で問題になりましたネイチャーという英国の科学雑誌がありますけれども、その投稿規定には原稿は英語で書いてないといけませんと、それで綴り字は The Oxford English Dictionary を準拠してくださいというふうに書いて、で、ご存知かもしれませんが、1755年にサミュエル・ジョンソンという方が初めて英語の大きな系統的な辞書を編纂しました。で、その後いろんな努力をして英語の標準の綴り字というものを確立しようとしてきたわけですけれども、逆に言いますと、これ以前はですね、同じ言葉がいろんな綴り方をされていたということがございます。
まあ、同じような問題は日本語にもございまして、実はこの辻っていう漢字があります。これはちなみに、中国語の字ではなくて国字って言いまして、日本で作られた漢字というふうに言われてるんですけれども、まあ、ワープロの機械使って、見てみますと、いろんな書体を見ると、ある時はこの神妙の点が1つで、ある時は2つ出てる。神妙の点は1つなのか2つなのかという議論が出てきます。で、本学のその厚教授はこの漢字の専門家ですけれども、その先生が書かれていることでは、中国の漢字では神妙はですね、歴史的に双方が使われておりまして、どちらでもよくて本質的な問題ではないとおっしゃってるわけです。ただし、それはその初等教育において小学校や中学校、あるいは中学校で小学校で教える場合にですね、どちらでもいいというのではちょっと困る、やっぱり標準化しないといけないという、そういう、まあ、意見は当然あるわけで、誰が決めてるかっていうと、先ほどのフランス語の委員会ほど有名ではありませんが、昔国語審議会と言ってたところが文化庁の文化審議会、国語文化会の漢字小委員会というところで、今それを議論しているようですけれども、信用については、コンピューターを使うとまだ決まっていないようであります。で、そもそもその母国語っていうお話がまあ十分、出てきたわけですけれども、まあ、フランス語の場合と日本語の場合かなり違う。で、日本語とは何かということはあんまり議論されていないんですね。大和言葉という言葉があって、その頃はですね、古代文字はありませんでした。で、その後、まあ、5、6世紀になって、たくさんの漢字の中国語の、まあ、通してですね、漢字が輸入される、あるいは6世紀になって、仏教の漢訳した仏典が入ってくるという、それらの漢字を使っていわゆる万葉仮名というものが使われて、漢字を表音使用します。そこから、まあ、ひらがな、かなかなが出てくるし、一方でですね、漢文や漢跡をそのまま古代中国語の、日本語読み、音読みというのを日本語の中に取り入れる、一方漢字の訓読みというのも日本語の中に取り入れるということになりまして、例えば万葉仮名というのは、これは万葉集を編纂したと言われている大友のやかもちの歌ですけれども、この最初の鈴っていう字だけが固有名詞で意味のある漢字ですけれども、それ以外は全くアルファベットのように音だけを使っているということであります。で、時代が少し下がりまして、その漢字、中国語の読みの真似というのは語音、漢音、等音と、まあ、時代を反映した読み方を、まあ、そのまま真似たと言われているわけですけれども、ある時はその中国語のまま使って、ご存知のように8世紀に書かれた日本書紀、初めて日本の政府が公式の歴史として書いた本は、実は漢文、すなわち中国語で書かれているわけであります。で、まあ、その後、まあ、熟語として漢字仮名混じり文の中にそれを取り込むということが行われますし、逆に訓読みの使い方が出てくる。これ類聚妙義抄という本は初めての辞典だと言われていまして、12世紀の頃の本ですけれども、まあ、その先ほどお話しありました言語学で一等最初に分析する言葉というのは父とか母とか兄とか家族の名前なんですけれども、それをまあ中国語の読み方とか全然そういうふうに読まないんだけれども、大和言葉の漢字をそのまま訓読みして仮名混じり表記に使ってきた。そうしますと、ここ今昔物語集岩波文庫のカバーの写真ですけれども、こう2行目見ていただきますと、今は昔越後の国うんぬんと書いて商人ありとこうなりますね。で、今は昔は訓読みで、越後の国はまあ一応固有名詞だから置いといて、商人というのはまさに中国語読みの音読みであります。ですから音読みと訓読みと混ぜた上で、さらに仮名を使って漢字仮名混じりにしたと。そこがまあ日本語の本体で、まあ、そのちょっと一昔前、我々は子どもの頃に、まあ、加藤修一先生という先生が日本文化の雑種性という有名な評論を書かれましたけれども、文化全体というのももちろんそうですが、日本語とは何かといった場合には、それはまさに中国由来の言葉と大和言葉の、まあ、雑種的な言語であるというところが非常に特徴的であるということを一つ頭に留めておいていただきたいと思います。それで、まあ、先ほどからいろいろその英語一言語支配に対する批判がたくさんございましたけれども、そもそもその多言語の中の英語をなぜ学ぶか、この、その本から取ってきたことをちょっと紹介しますと、まあ、
世界の郵便物の4分の3が英語で書かれているとか、あるいは航空管制や船舶の管制が英語で行われているとか、あるいは科学雑誌の半分以上は英語で書かれているとか、あるいはコンピューターの中の 80% 以上の情報が英語で書かれているとか、まして言わんやそのオペレーティングシステムだとかコンピューターランゲージは基本的には英語を元にして書かれていて、それをまあもちろん01のバイナリーですけれども、アッセンブラーを使って01に変えていくということになるわけです。でただその先ほどありましたように EU の立場はどうなっているかというと、実は EU は非常にその初めからきちんと多言語主義を標榜していまして、例えば European Commissioner for Multilingualism というコミッショナー理事まで置いておられる。でそれはまあ私の知っている限りでは現在はギリシャ人の女性の人がやっておられると思いますけれども、それからその EU の中ではですね、たくさんの言葉話されているんですが、人口別で頭数で言いますと一番多いのはドイツ語、その次が英語でありまして、ただ大人は半分以上 51% の大人が英語を理解すると言われています。ただしもちろん24の、まあ、各国語が、公式語として認められているわけですが、まあ実際問題として一番多く使われているのは英語、フランス語、ドイツ語ということで、その中では英語が一番よく使われているという状況がございます。それがまあ一つの背景として、まあ英語はとにかく英語は教えましょうということの一つの背景です。じゃあ先ほど日本語は何かいう問いかけをしたのと同じようにですね、一体全体英語っていうのは何なのかっていうことをちゃんと議論するっていうことがあんまりない。私もあんまり教わったことはなかった。で、まあ、ある先ほどのこのストーリーオブイングリッシュによりますとですね、英語の現代英語はどうやって形成されたかといいますと、3つの侵略と1つの文化革命から現代英語が形成されたというふうに書かれています。で、まあ、英国の歴史になるわけですけども、昔ケルトが住んでたところに、まあ5世紀の頃にアングロサクソン、ジュートが、まあ、ゲルマン民族の大移動で攻めてくる。その後、6世紀にですね、キリスト教が入ってきて、その多くはラテン語であったということです。まあ、ギリシャ語もありますけれども、その後ですね、8世紀から11世紀にわたって、バイキングがわっと攻めてくる。まあ、これ10波ぐらいにわたっては攻めてくるわけですけれども、その間にですね、いわゆるオールイングシュというものが少しずつ簡略化されていったと。ということが知られておりまして、一番大きな変化をもたらしたのはおそらくこの1066年にノルマ、まあ、フランスの、フランス語の、その方言の一つを話すノルマンがそのイギリスに攻めてきてですね、それから230年ノルマン王朝が続きます。したがってイギリスのトップの、その人たちはみんなフランス語を話すようになるわけですけれども、じゃあ一般の人たちが全部フランス語になっちゃったかというとそういうことはありませんし、小学校の義務教育があったわけでもないし、そこでフランス語を教えたわけでもないわけです。ですからそういう中で、まあ、このノルマンの言葉が英語の中にわっと入ってきて大きな変化をもたらすということで、まあ、それがその英語と英語の歴史なんですけれども、日本語と比較してみますとかなり共通したことがございまして、まあ当初は文字がなかった。そのゲルマン民族で例えばルーン文字というのはあったという話がありますけれども、まあこれちょっと長くなるので伏せておきますけれども、実質的には間もなくアルファベットの言語になってしまう。でそれから、その多言語の同化という意味では中国語を日本語に取り込む、あるいはラテン語やノルマン語を英語に取り込むということが起こる。それから宗教が外来語を導入する、ラテン語ギリシャ語で書かれた聖書が英語の中に入ってくる、あるいは漢訳の仏典が日本に入ってくるということがあります。じゃあ似たことところばっかりかというと非常に大きな相違点が一つある。それはですね、日本語の変化には民族の侵入を伴っていない。ご存知のように元寇というのは2派にわたってありますけど、日本は別に征服されたわけではないし、1945年連合国に占領されますけど、連合国に占領されてそれによってですね、日本全国の小学校や幼稚園から全部英語にしてしまうということが起こったわけではありません。ところが、まあ、英語の変化というのは実は、まあ、時代が全然違いますからあれですけれども、侵入侵略をもって、その刀を突きつけてですね、侵略者たちが入ってきたということとその英語の形成に関係ある。ここのところは後からちょっと問題にしますけれども、日本人が一つは英語がなかなかうまくならないということの一つの原因でもあるかもしれません。で、日本全体の英語教育という視点から見ますと、中学校で3年、高等学校で3年、大学まで2年間やりますと計8年
なるわけですけど、それでも英語が聞けない書けない話せない多少は読めるというぐらいが現実のところだと思います。従いまして日本政府は何をいろいろ対策を出しているわけですけど、例えば会話重視するとか、小学校から英語をやるとか、公務員採用にトーフルを採用する。実際はどうなっているかというとですね、後で時間があれば少し議論しますが、以前よりも教育内容ははるかに軽くなって、単語数も教える単語数も減ってしまっていて、本当にその実際の英語力がつくようにはなってないというのが現実であります。でなぜか、まあいろいろありますけど、例えば日常生活に別に英語は必要ないというのも事実。それから先ほど言いましたように、歴史上一度も支配者から外国語を強いられなかったというのもございます。まあ、もっといろいろ現実的な話をすると、外国に行ってもですね、例えば商社に行ったり、会社から外国のに行ったりしたときに、日本人コミュニティから出ないで生活できる。もっと突っ込んだ話しますと、実は外国語ができないのは日本人に限ったことではない、それは事実です。ですけれども、まあ、基本的にそういう開き直りのスタンスというのもございますね。で、そこからそれはまあ日本全体の状況ですけど、京都大学での英語教育をどう考えるかというのは、先ほどの日本全体の状況とは全然別なので、国レベルの初等中等教育とは別の視点で議論しないといけないし、我々は、我々自身がそう考えてこれまでやってきているということでありまして、例えば卒業生が国際社会へ出ていくから、実質的な社会的な要請があるので国際化に対応しないといけないとか、多言語主義の一環としてですね、本当の国際人と呼ばれるためには、あるいは知識階級になるためには、その英語を最低外国語ができないといけないとか、あるいは日本語を再認識するために重要と、いろいろなことがございます。でそれで京都大学の英語教育、外国語教育にどんな成果を期待できるかって考えたときに、まあ、先ほど来非常にその、まあ、英語一国、英語一言語に対するその支配ということに対する非常に強い懸念が示されましたけれども、まあ、私は状況を、まあ、10波一からげにして断じてしまうことはかなり危険だと考えておりまして、まあ、理科系の場合、文化系の場合、あるいは理科系の場合でも、それぞれのスペシャリティ、専門領域で状況はかなりそれぞれ違いますので、そんなにその10波一からげにして論ずることではなくて、もう少しきめの細かな議論が必要だと思っております。それから初等中等教育での欠点を補充するとか、あるいは人間として成熟させるための教育、それはどういうことかと言いますと、英語以前の問題というのはたくさんございます。そういう問題も、英語教育、外国語教育の中で補うという側面もあるかもしれません。でもう少し具体的な話しますと、京都大学の英語教育の実際というのは今どうなっているか、先ほど最初に北野先生ちょっとご紹介されましたけれども、英語を勉強するということから、英語で勉強するというのを、できるようにしましょう、もうちょっとぶち上げて言いますと、そういうことをやってくださいというふうに政府の方から、文科省から来てまして、それで言うことを聞かない人は別にほっといたらいいですけれども、ちゃんとそれに沿って努力する大学には補助金を出しましょうと、そういうことになっているわけであります。で以前そのジェネラルイングリッシュはジェネラルパーパシーズというふうに非常に漠然と定義されていたものから、京都大学ではその京都大学で教える英語というのはイングリッシュフォアアカデミックパーパシーズ EAP と呼んでいるものというふうに定義づけております。それから今年からですね、ほぼ全員の入学生にTOEFL ITP を受けていただく、来週になると思いますけれども、それが決まっております。それは学生さん個人にもフィードバックするということもあるし、大学としてそのいろんな測り方があるんだけれども、TOEFL で測ったその英語力に対してどういう状況かということを、統計を取るというそういう狙いもあります。それから EAP というのはその2段階考えて、2つのレイヤーを考えておりまして、 EGAP というのは English for General Academic Purpose、いろんなその専門分野に共通な部分、そういう英語、それから、ここの専門分野に、スペシャルな、そういう英語、これらはその上でですね、大学院、あるいはそれ以上のレベルで必要になるプロフェッショナルなパーパスの英語というふうに、分けていくということです。で先ほどその北野先生はちょっとお話しされたと思いますが、今年度23名のですね、
外国人の先生を教官を雇いました。この外国人というのは言葉響きは悪いんですけれども、最初はですね、イングリッシュスピーキングで英語ができる人とこうあったんですけれども、例えば私はアメリカに14年住んでて英語はペラペラですけれども、日本国籍ですからダメですよという話だったんですけれども、そのまあ途中からいろいろ政治的なことも絡んで、それは和らげましょうとかいろいろややこしいことがございます。ただ実質問題として、じゃあどういう方が来ておられるかと言いますと、国籍で見ると英国人が4名、その他のヨーロッパ人が6名、米国人が4名、アジアが3名、オーストラリアが2名と、そういう内訳になっております。でこの先生方に何をやっていただくかといいますと、まあ、一つはそれぞれの専門の分野で教育をしていただく、英語で勉強する専門の教育をしていただくというのは一つの狙いですけれども、同時にその ESAP あるいは EGAP の一部というふうなことを1回生2回生の先生方に教育していただくということになっているわけです。じゃあそれで京都大学の英語教育が大幅に改善するかと期待したいんですけれども、私どももそんな単純なことではないということは十分認識しておりまして、この例えばですね、私医学部にいましたので、医学部でやっていた思考プログラムからの反省点ちょっとご紹介しますと、医学部ではですね、ここ10年15年間ぐらいですね、入学してした110名ぐらいの学生さんにですね、同窓会が全部お金を出して1冊1万円ぐらいのこのエッセンシャルセルバイオロジーという生物学の、まあ、分子生物学の教科書ですけど、これを全員にプレゼントして、それで小グループ制で必修の科目として教授もしくは准教授の先生、そういうレベルの先生がチューターになって、毎週水曜日の午後90分2コマ180分間の数年の教育をしてまいりました。チュートリアルをしてきました。でもちろん形式はチューター任せでありまして、演習というか、輪読の格好にしているだけのところもありますし、その内容について、ハンズオンの実験を加えているところもあります。問題はその成績評価は出席点を基本にしているということで、年度末には約 3割ぐらいの3分の1ぐらいの学生さんはですね、和訳本、これは別に自分でお金を出して買わないといけないんですけども、もう1万円以上するんですけども、その和訳本を買ってですね、棒読みに終わっている、そういう事態がございます。で、それを解決するにどうしたらいいかっていうことは、長い議論をする気持ちはありませんので、簡単に言いますと、各学生が努力をしてその到達度に見合った成績評価をすべきだ、それからそういう高い到達度を得られるように時間割と教科内容を再編すべきである、こういうふうに考えています。ただこれはですね、文科省の設置基準とかいろんなややこしい規則とかいろんなことがございますので、一筋縄ではなかなかいかないですけれども、解決に向けて努力すべき方向というのはもう、ある程度見えているということはございます。大体私のプレゼンテーションをそれくらいにしましてですね、もしこのあと時間があれば、先ほども紹介がありましたフランスのバカロレアの英語の問題と今年の京都大学の英語の入試問題を比較してみるということも一つしてみたいと思いますし、それから先ほどありましたその英語一語主義一言語を中心にしたその教育でいいのかっていうことに対する大きな批判あるいは懸念がありました。それに対するコメントも私は一応準備はしてみました。その他にもしお時間があって皆さんご興味があればですね、日本にとっての文化的危機と言語教育をどうするか、あるいは日本全体、京大だけじゃなくて日本全体の英語教育の危機をどうするか、そういう問題についてもちょっと一応資料は準備しましたが、この辺でちょっと、もう一度多賀先生にバトンタッチをして、後に進めたいと思います。どうも。